ですね、親父父高尾とちょっと牛松にしちゃうのかな、前にもでカジサックとかも一緒に来たところなんですけど、ちょっとうちの父はあの焼肉が好きなので、ちょっと今日牛松に、来て美味しい料理を食べていきたいと思います。一番最初はコムタンスープをご用意しております。ネギとか香味野菜と一緒に作ったスープになります。これね、あーうまい。もっとでかい器で飲めるな。かぼちゃのサラダです。かぼサラ、はい、白菜キムチと、中央にかぼちゃのサラ、左手もやしナムルご用意してます。ありがとうございます、はい、いただきます。うん、ナムルすらうまいわ。ユッケを2種盛りと、ありがとうございます。ローストビーフご用意してます。ユッケですが、本日お店からご用意させていただきました、はい、ユッケ手前の右手側に塩ユッケ、はい、左側にカレーユッケ、奥が和牛の、ありがとうございます、はい、塩ユッケうけんじゃないか、やっぱしユッケなんか食べるの久々じゃないね、食べるぐらいうますぎるんだけど、ありがとうございます。すいません、いきます。うますぎます。うますぎる。確定もらっていいですか。はい、かしこまりました。うますぎてた。失礼します。確定ですね。お待たせしました。これでいいの。取るんだ。こんな上品な。これ別で頼む。取るんだ。あ、うまい。タンを3種類ご用意させていただいております。はい、まず厚切りのタンですね。特製のタン元ご用意してます。前側に熟成タンと、こちら、当店名物のしばりタンご用意してあります。何屋さん、鳥屋さん、鳥焼肉です。なんかね、噂で聞いて、はい、なんか始末が取り出したみたいな。そうなんですよ、初の姉妹店でオープンして、昨年の10月12日にオープンしたんですけど、塩切れは、はい、多分あの鳥って聞くと焼き鳥イメージされる方多いと思うんですけど、うん、ちょっと網の上でお焼きするスタイルなので、だいぶうまい。めっちゃ美味しいです。そう確かに鶏もいいな。はい、なんかやっぱ罪悪感なく食べられるんですよね。ヘルシー的な。ヘルシーで。いや、僕もともとそういうのに罪悪感大丈夫です、うん、あれ、巻いたのは何？あれ、縛りタンつって中にネギとか薬味入ってるタン、あれがネギとか、ここいや、暑くないの。暑いです。暑くないの。めっちゃ火立ってるから、ね、はい、やっぱタンも結構油が乗ってるんで、どうしても落ちて、油が落ちると火が上がってきちゃうんですけど、まあもうだいぶ慣れましたね。たまにブワってくると焼きながら私もびっくりしちゃって、ブワッと風が言っちゃうんですけど、これぐらいだったら大丈夫です。うまい。
キュッとなって、ただ中ちょっと最初よりパンパンになってると思うんですけど、もうタンの旨味とかネギの旨味が中にもいっぱい詰まってるんで、めちゃめちゃ美味しくなってきてます。自分で焼いてたらどう？そうですね、多分ご自身で焼かれるお客様もいっちゃってると思うんですけど、難しいですよね。はい、なんでやっぱ自分で焼きたいですって方にも、この縛りタンだけは焼き方難しいんでお手伝いさせていただきますよっていう風に。難しいですよね。はい、中が見えないもの焼くのは。そうですよね。じゃあ縛りタンいただきましょう。行きましょう。縛りタンいただきます。縛ってみる自分も。うまい。いかがですか、名物縛りタン。中のものが美味しい。味付けがね、あの硬いからも硬くない。そう、柔らかい柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。これこの焼けたあれが香ばしい。あ、いいですね。グルメ評論家みたいになってる。今日グルメだから。あ、グルメですな。いいですね。うん、よかった。あ、よかった、気に入ってくれてよかったです。次、塩焼肉特選部位2種盛り合わせまで来ましたね。なかなかここまでこう厚いハラミってなかなか作れないんですけど、カット頑張ってやらせていただいて。これうまいっすよね。これは本当にうまい。衝撃的にうまかったですね。これ塩ですもんね。はい、こちらが塩焼き肉2種の1種類目のハラミになります。美しい。美しい。悩むな。ケジャンラーメンもうまいんだろうな。辛いのお好きでしたらおすすめです。いや、どこまでお腹減ってるかというのがこの最後に来るとこまでに。そうですね、もし余裕あれば。そうなんですね、まだこうトントントンとあるじゃないですか。はい、なのでちょっと悩んでるんですよね。おー、やってください。めちゃくちゃジューシーな感じです。いただきます。最高。ありがとうございます。いきます。うまい。これがハラミです。これは次です。いかがですか。うまい。でなんかもうジューシーでしょ。中までかむジューシーで。これがいいんです。肉汁みたいなの。そう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 、このハラミの特徴。タレですか。そうです、塩だれが肉に片面にだけなんですが塗ってありまして、はい、先ほどのハラミとはまた違った味わいで塩のお肉を、はい、楽しんでいただけるように2種類の味付けでご用意しています。たっぷりつけてお召し上がりください。じゃあ、たっぷりいただき。柔らかい。つけてる、大丈夫よ。うめぇ。すごい柔らかいですよね、やっぱり。柔らかいね。はい、肉食わないとダメですよ。パワー使うんですよ。めんどくさい。え？めんどくさいな。肉焼くのが。でも家で魚焼くの聞くやつも簡単です。
いや肉も思ったけど大丈夫だ。ひっくり返すのめんどくさいな。めちゃくちゃうまい。卵は青森のマッカランという卵ですね、使用してます。ウイスキーみたいな。はい、真っ赤に卵って書いてマッカラン。はい、かけてしゃれてますよね。かけてる。はい、お送りください。それでは行きます。さあ、続いてカツサンドでございます。すいません、大変失礼いたしました。全然大丈夫。おいでもいいんじゃない。大丈夫です。ちょっともうだいぶ、あ、暑いですよ。暑いですよ。僕は大丈夫。あ、すごい。暑いのを持つ仕事してるんで。そうなんですね。もう一口ですよ。はい、うまい、うまい。どうですか。うまいっしょ、これ。よし、いただこう。いただきまーす。つるつる、シコシコで、まろやかです。本当に僕はね、この牛松のね、冷麺といい、カレーといいね、この締めに差し掛かれば差し掛かるほど切なくはなるんですが、やっぱ味最高なんで、これ最後ね、リンゴ酢でいただきます。お酢もね、酸っぱすぎる、最高ですよ。もしね、これ見てる方で牛松行ってみたいという方がいらっしゃいましたら、
お店の方を予約してみてください。あの予約は電話すれば取れると思います。概要欄の方にね、あの島津さんの情報を、貼ってありますので、もしよろしかったらそちらから予約してみてください。美味しいですよなんで店の人のスタンスなんて急に今日から牛松になりました。牛松にはなってないですね。なので、もしよろしかったら来てくださいというわけでございまして、本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。最高だった。美味しかった、美味しかったです。本日も堤下食堂をご覧になっていただきありがとうございました。ちょっとあの親父とね、牛松にご飯に行ったんですけれども、まああのスーパープライベートで行きまして、それでまああのなかなかね、こう親父と2人でこうゆっくり食べてあの話すことっていうのがあんまりないんですけれども、久しぶりに会ってですね、こう食べては見たもののお互いあまり喋らないという、なんかちょっと変な空気でしたけど、まあでもあの料理がすごく美味しかって、あの親父も満足してて、それであの二人ともちょっと黙っちゃったなという感じでございます。もしよろしかったらぜひ牛松もね、行ってみてください。私 X やっております。伊藤もやっておりますし、スタッフもやっておりますので、概要欄下の方までいろいろ書いてあります。ぜひ読んでタップしてフォローしていただけると嬉しいです。というわけでございまして、本日も最後まで動画をご覧になっていただきありがとうございました。親父のダッチャがよくわからない。